おい、庶民。おい、そこの庶民。少々尋ねたいのだが、ここはどこだ？コミックマーケット。バカなことを言うな。そんな場所聞いたことないぞ。ここから京都はどのくらいだ？まあいい。こいつ変な着物を着ているし、頭もおかしいみたいだ。他の者に聞いてみよう。ん？アイ、リーン？ん？庶民の分際で、気安く名を尋ねるな。威勢がいいのは結構だが、二度と無礼を働かぬよう、私が厳しくしつけてやる。お前をぶっただけだが、そうだとしたらなんだ。はあ、お望みならな。我が槍の前にひれ伏せ。ケツの毛の栄光に泥を塗ってしまうなんて。これまでの修行が全て無駄だったというのか。
な見知らぬ世界に閉じ込められて、きっと私の力も神に制限されているに違いない。道理でこの鎧もいつもより重たい。まあいい、これも運命なのかもしれない。負けを認める。武士に二言はない。早く殺してくれ。それだけか。そなたの心の広さには感服いたした。差し支えなければ、ぜひあなたのおそばにお仕えしたい。旦那様、旦那様、旦那様、お待ちください。もう旦那様のお嫁になった。いつでも旦那様のそばにいる。私はケツのアナ。でも旦那様のお嫁になったから、もうこの名前は使えない。私はケツノ家に生まれた。父は左大臣の世話役をしていた。しかし私がまだ幼い頃、ケツノ家は没落し、父は私に武術を会得するようにと。今朝森に入る前に握り飯を一つ食べた。旦那様、これは何？旦那様、あれは？肉が多いけど、高価ではないのか？旦那様、汁物はないのか？旦那様、これは美味だな。旦那様、ビールもう二つ。さっきは私が全部飲んじゃったから。ほら、旦那様も一緒に乾杯しよう。おお、日本酒もいいな。うん、槍を持て。盾はどこだ？うん、はあ、人間50年下天のうちに比べれば夢幻のごとくなり。
ひとたび添えて滅せぬもののあるべきか。話せ話せ。卑しい庶民が私に触れるな。死ね、逆賊め。鉄の家の誇り、とくと見よ。我が槍の前にひれ伏せ。栄光に泥を塗ってしまうなんて。暑い。
茶。お茶。お茶ちょうだい。飲みたい。何をしている？やはり私を拷問するのか？しらばっくれるな。あれは拷問器具だろう。なんだ、何を確かめることがある？槍はすでにこの手にある。ただなすがままでいると思うのか？なんだと？マスター？旦那様。でもいくら旦那様でも私は。死ね、逆賊め。鉄の家の誇り、とくと見よ。鉄の家の栄光に泥を塗ってしまうなんて。これはこんな拷問見たことないぞ。
お前たち、早くしろ。撃たれたくなければ、シャキッとすることだ。こたびの兵糧運搬は、重大な任務である。しっかりと励むのだ。お前たちは、我がケツノ家最高の基盤だ。そうなれることを得ようと思え。まこと、サボるな。お前はこの絵隊長のくせに、突撃の瞬間、敵と対峙するのをためらった。その罰として労働を課したが、こんなことでは、悔い改めるつもりがないと取られても仕方あるまいな。私がお前を殺めることはできないとでも思っているのか。だと、もう逃げ場などどこにもない。我が精鋭は皆この場にいる。結局援軍は一人も来なかったな。どうやらケツノ家300年の栄光もここまでのようだ。まこと、私とお前は違うんだ。父上がこの鎧を授けてくださったあの日、私はこの人生をかけてケツノ家の栄光を守ると誓った。分かっている。これは定めなのだ。誠はこの時代の人間じゃない。理解できないのも当然だ。この場所は、我がケツノ家の夢と努力の証なんだ。この鏡を持っていけ。この鏡は、ケツノ家に先祖代々伝わるものだ。裏山にある秘密の扉を開き、お前を元の世界に戻すことができる。このことは、偶然知った。ただ、これまでに2回使ったために、すでにひびが入ってしまっている。私のわがままだ。本当に、すまなかった。さあ、お前は早く、元の世界に帰れ。私はここに残る。お前がこれ以上何を言ったとしても、この決断は変わらない。お前にとって、ここに残るという私の選択は、ひどく愚かなものだろう。だが、これが私の信念なんだ。今までケツノ家のために尽くしてくれたこと、心から感謝する。そして、素晴らしい一日をありがとう。
お前の世界は、すごく、楽しかった。さようなら。なんだか、長い夢を見てたみたいだな。誠、帰るのか？本当に、帰るのか？本当は、私もあなたと、一緒に行きたい。あなたと、またビールを飲みたい。あのビール、うまかったな。本当に、うまかった。旦那様、これは美味だな。旦那様、ビール、もう二つ。さっきは私が全部飲んじゃったから。あら、旦那様も一緒に乾杯しよう。